あっち。こんばんは、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 どうも。はい、はい、はい。ちょっと今日は時間帯がまあ若干早いんで、みんな見ない時間の方々も。普段は見ない時間の方々も、普段は見ない方々もいらっしゃると思いますと。で、まあ一応、奈良が終わりました。あ、奈良っていうか大阪、関西が終わりまして、今日で、まあ、奈良のこのホテルとは、お別れですと、はい、いうことですね。まあ、これ電波悪いっすかね。ちょっと待って、電波悪いからな。これ 4G にしたらね、めっちゃギガ食うんだよね。いやー、まあ大阪終わって、まあ皆さんね、新しく出会った方々がいらっしゃいますが、まあ皆さんいい方々で、まあ、非常に僕は恵まれてるなと思いましたが、皆さんどう過ごしでしょうか。まあこの時間だとまだ見ないのかな。まだこの時間だとみんなゴールデンタイムじゃないのかな。みんなは他のねことをやってるとは思うんですが、まあこの時間だとまだそこまで見る人が多くはないのかなとは思いますが、どうでしょうか。まだ見ないのかこの時間帯。ゴールデンタイム10時半なんだよな、インスタライブってね。まあまた後でやった方がいいかな。また後でやるって言って、おじさんこんばんは。失礼だね。誰お前。初対面の人におじさんこんばんはっていうの失礼じゃんじゃない。ただただこんばんはでいいんじゃない。ただただこんばんはでいいんじゃない。はい、どうもこんばんは。まあおじさんだけどね。ただただこんばんは。はい、どうも、奈良さんこんばんは。まあ変だよね。いつも楽しみにしてます。どういうこっちゃ、おじさんずっといたくせに。
いやまた目が充血してんなこれ。いつ関東に戻ってくるんですか？関東にはね、24日に戻ってこようかなと思って、24日に戻りますね。25日からまた仕事入ってるんで。で、まあ、23日まで、23日は岐阜ね。南食堂の常連さんお疲れ様です。どうも、南食堂の4日の中の3日、南食堂に行くものです。で、まあ一つも観光してないんで、何か最後観光して帰ろうかなと思ってるんですよ。で、どこに行こうかなと思ってたら、まあ、岐阜なんで帰り道にちょっと観光したいなと思って、まあ、岐阜から帰るときにどういう経路で帰ろうかなっていう感じだったんだけど、白川郷に行こうかなと思って、白川郷岐阜から2時間なんだけど、まあ岐阜から2時間なんだけど、白川郷は天理は行きましたね。天理は行ってきました。はい天理は行きました。僕自身がその天理の建物を見たくて、その市役所とか天理教の本部とか見たくて行ってきて、まあすごい建物でしたね。白川郷シャンティ、なんかね、安くんから教えてもらって、うん、まあその日は僕一人なんで、まあ一人で白川郷を見てこようかなと思いますね。めっちゃ LINE が来てんだけどな、見れねえもんな。さえさんがいない関東なんて南食堂がないならと一緒です。どういうことどういうことよそれは僕はいます、僕は帰りますよ。メンバーさんと言ったらいいじゃないって。いやいやいや、僕はね結構もう一人の方が気楽なんで、一人で行きたいと思います。はい、たまーにはいいじゃないですか、一人旅ってね。ちょっとたまーにこう一人になってなんか行きたいじゃないですか、そういうところ。ロンリータイプなので、まあなんか自分勝手にできるっていうところがあるんで、まあなんか自分のまあ気兼ねなく、まあ夜まで帰れればいいやっていうような形でいきたいなと思いますね。だからそう、ロンリータイプなんですよ逆難されちゃう、一人だとドヤ散歩。いや逆難なんて逆にされたことないですからね僕。逆難はもうほぼっていうか今まで生まれて一度もされたことないですけどね。私も一人時間好きです、気を使わなくて。うん、ロンリータイプですね。だからね、であんまりそういう一人で遠出する機会ってあんまないじゃないですか。一人で遠出する機会はあんまりないから、そうそうそう行きたいと思うんですよ。うん、僕のクラブセッティングはまだどこでも見れないですね。じゃあ俺も一人好き。私は男性ナンパします、超ストライクな人。超ストライクな人ナンパするんだ。
すごいな。俺ナンパなんてもうできたもんじゃないですね、僕は。僕のクラブセッティングは、まあ安ゴル内で、紹介したいと思うんで、はい。まあちょっとグリップも変えなきゃいけないんだけどね。なかなか出会う機会が少ないですからね。ああ、なるほど。マリコさん、ドラクエで言ったらガンガン行こうぜタイプですね。いやいや、女性にガンガン行こうぜって言ってもわからないですよ。もう後先を考えないでガンガン行く感じですね。だからまあわかんないでしょ。そう、わかんないよ。ガンガン行こうぜはドラクエのガンガン行こうぜわからんって。あれ、わかんないでしょ。マリコさん、ドラクエの作戦です。サラセン。でもいい男は私にはなびかないダンシングからインパクトの時は沈む練習頑張ってみます。なるほど。 T シャツかわいいっす。アディダス、アディダスです。T ですね。そう。T です。アディダスね。アディクロス。アリクロス、アリクロスです。アリクロス、関西ですね。今日で終わり。まあ関西は今日で終わりで、明日からは岐阜に移動ですね。岐阜で2泊3日して帰ります。はい。だけしたことないですよ。マリオくらいです。テトリスト。なるほど。縦釘絵柄だと思った。食べましょう。噂のアディクロスですね。噂っていうか、まあ噂じゃにはなってないけど、アディクロスですよ。はい。まあ、なんだ、僕はもう何食べてるんですか10メートル先ぐらいにいるじゃん。サワーズ、これね、天理のドンキで買いました。あ、トミーさんどうも。また南食堂行って顔覚えられましたよ。岐阜ではどこへ行くんですか。岐阜はね、岐阜駅の界隈ですね。岐阜駅界隈で泊まって、でちょっと撮影します。まあ練習場行って CR ゴルフ、天理ドンキ、そうだ、天理ドンキ。おー、安く南食堂食べ過ぎ。はい、マキさんこんばんは。どうも。岐阜行きますよ。岐阜に行こうです。岐阜に行こう。
ワックル発売されてますよ。はい。今から左に振る練習し、はい、してください。大事大事。うん。今日はね、奈良の大仏を帰りに見に行こうと思ったけど、もう閉館してて。で、鹿と戯れてましたね、今日は。髪型がセクシーですね、じゃないよ。髪型がセクシーですね、じゃなくて。今、ヤス君は何やってんのかな。まさか、まさかじゃないけど、セクシーポーズしてるんですかね。ヤス君今。まさかじゃない、ではないけど、セクシーポーズをしてるんですかね。ワックル10月号買いました。ありがとうございます。ワックル買いました。いっぱい出てきましたね。そうなんですよ。ありがとうございます。今、関西にいるんでね、写真なかなか、あれなんですよ。あ、トミーさんバッチ、ありがとうございます。広島県福山市松永 に西日本最大ドンキできますよ。そうなんだ。セクポしてます。セクシーポーズ。ヤス君とコラボ。お願いします。生まれたままの姿だったし、ヤス君とのコラボって、まあヤス君が俺の部屋に来ればいいんだけどね。あゆぱぱさんどうもありがとうございます。でもな、ヤス君はね、そうカメカメサワーズには釣られてこないと思うんでね、失敗したなね。ヤス君はね、これは釣られてこないよね。ペタグのコーラ味じゃ釣られてこないよね。ワックル、ワッホーさんの方が出てましたけど、ワッホーさんって誰？何気に松坂桃李と同じ位置のほくろ。松坂桃李が僕に寄せてきたっていう感じですね。できた。ペタグミ好き、サワーズ食べさんですね。そう、うん、あペタ、うん、ペタはね、サワーズよりちょっと弾力があってね、寄せてない。うん、ウーバーでピザとか頼んだらヤス君釣られてこない。いやー、ヤス君はね、南食堂のラーメンですね。うん。鶏醤油。うん。それがここにあれば来ると思いますけどね。うん。残念ながら。はい、ケイさんバッチ、ありがとうございます。はじめまして、どうも。芸能人で言うと誰に似てるって言われますか？パンチ佐藤ですね。はい。パンチ佐藤一択ですね。はい。あれはうまそうだったね。鶏ラーメン。うまかったですね。はじめまして、どうも。土屋さんの押し付けない的確な指示が大好きです。ありがとうございます。はい。和宝さん知らないんですか？岩尾プロですよ。知らない。ウケるって。ウルフルズ。ウルフルズに似てる？トータス松本。若草建物立派だったでしょ。ああ、立派でしたね。今まで行った中で一番立派な建物だったと思いますよ、ゴルフ場で。まあ、千葉にも法輪ってあるんですけど、法輪カントリーってあるんですけど、あそこもかなりバブリーなんですけど、法輪はトイレが1畳あるんですよ。トイレが1畳ある。ケツメイシの亮さんに似てませんか？ケツメイシもそんなわからないんだよな。で、今はね、あんま言われない。
じゃあ私はパンツ佐藤を推しメンにしてるってこと？そうそうそう。奈良漬け食べました。あ、奈良漬けは食べてないな。僕そあんまり漬物ってそこまで惹かれないんですよ。僕んちはその漬物がキムチとかなんですよね。なんかみんなが漬物を毎日食うように僕はキムチを毎日食べてますということですよ。法輪ってヘリポートあるところ？あ、多分そうっすね。なんかすげえバブリーなところっす。ワッホーとまっちゃんの日常知らないんですか？ YouTube で有名ですよ。全く分かんないっすね。うん、興味ないんですよ自分が出てるチャンネルしか興味ないんで。すいません。まあ、うん、僕はそう見てもね、あんまりそういうの面白いと思わないですよ。ゴルファーって自分勝手じゃん、ゴルファーってね。特にプロゴルファーなんて自分勝手極まりない人、僕みたいに。なんか楽しかったですか？うん、いや楽しかったですよ。いろんな人と出会えて、うん、まあ鹿とも、鹿がまあ普通に街中にいる光景も新鮮だし、まあ天理の建物も新鮮だったし、うん、私もキムチ毎日食べてます。ソーケキムチしか食べません。ソーケキムチっていうのがあるんだ。極うまキムチが好きっす。極うまキムチ、へえ。まあ僕んちのキムチを食ったらペタ組食べに行くかノーパンですが、いいよノーパンで来ちゃうのかい。ドヤさん、中井岳さんとかショータイムさんとコラボとか。いや、僕は中井岳より有名じゃないし、ショータイムよりも有名じゃないんで、なんで僕が呼ばれるのかっていうことですよね。まだまだっす。うん。おやすくん乱入に期待。韓国で有名なキムチメーカー。ちなみにチョンカと読みます。あ、チョンカね。チョンじゃないんだよ。ソンだよ。普通はソン。503エドウィン、ヤスくん。503エドウィン。お母さんで手作りキムチ。いや、お店が焼肉屋なんで、キム手作りキムチなんですよ。ナミキちゃんとコラボ。いや、ナミキちゃんには呼ばれないですよ。もうさ、大事なところでグミで隠してペタグミ1個で、ペタグミ1個で隠れませんよ。え、ソン、でソンって読みますよ、それ。ソンって読む。うん、だってソンガの人いるもん。ソンっていう人結構います。下本屋ということで、でもね、4日間でね、 1.5 キロ太ったと思う、ちょっと。うん、ラーメンばっか食ってたから私はまだまだ韓国知りませんね。勉強します。勉強してください、ちゃんと。僕は韓国も行ったことないですけど、ええ、
来た。はいよ。見てんだ。ここや、ここ、ここでやってる。いいよ、ペタグミ食べて。いやー、来たって。マイコが来ましたよ、ヤス君が。来たーって。ええ、ペタグミ。風呂入った？まだです。あ、入ってないの、うん、あ、そうなの、うん、神回じゃん。ヤス君来たって言うパパ。ヤス君登場。こんばんは、どうも。あ、帰ってすぐ風呂は入んない感じなんだ。うん、ちょっと整えてから。整えるっていうのは、うん、あのラーメンを消化させるっていうこと。そう、消化もあるし、うん、やっぱ心。心整えてから。ああ、なるほど。ヤス君、あ、トミーさん。トミーさん。はじめまして。ヤス君、はじめまして。マリコさんね。マリコさん。なんでちょっとツヤツヤしてるの、ヤス君って。これね、僕、デフォルトなんですよね。デフォルトツヤ系なの？あの、お肌の張りがいいですよねって言われるんですよ。ああ、ただテカってるだけなんですよ。生ヤスくんに会ってみたかったな。あ、ゆきさんも今度はね、ぜひあのコンペ参加してください。ゆきさんはあの去年大阪でやって、東京に来てレッスンして、うん、今回レッスンした人で。あ、かなにさん、こんばんは。ナイスタイミング。最終日晴れてよかったです。でも最終日もやばかったんですよ。上がった瞬間に土砂降りですからね。何そこら辺は運動神経いいよね。倒立しますね、はい、倒立してる。髪型どこ。あ、レアス君、そうだ、俺あれ、あれやればいいよ。え、筋膜リリース。あ、これね。うん、デフォルトツヤツヤ系男子ヤス君。めっちゃ外やった方がいい、外。そう、これで痛い。あ、痛くない。あ、いや、いけるいける。痛い痛い痛い、下の方がやばい。あ、ここね。痛い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 。日焼けやばって。足首とか日焼けやばって。そうですよね、あんまり裸足で見せることないです。あ、やばい、この俺もそうですよ。おみ足が。おみ足が。おみ足。ヤス君、口から金玉出ちゃう。どういうこと。足の焼き方やばいんですよ。俺、足のすねがごぼうの唐揚げだぞ、ヤス君って。やばいんですよ、黒いもんね。じゃあ、やばい、インしてた、インしてた。そうだ、俺もそうだもんな。やばいやばい、これドヤさんファンの人、俺のおみ足を見せるわけにいかない。ヤスくんって、うまい家さんが。ヤスくん、何のライブって。日焼け仲間。あ、ヒゲさん。いや、ヒゲさんはだってもう白いとこないよ。歯が白い。歯が白い。白、そう、白。そう、俺も白だもんな。じ、白ですよね。俺もそうだもん、俺。そう、そうなんですよ、ね、おでこ。ああ、おでこね、薄まってきたな、薄まってきてるね。うん、ほんとにパキッて白かったんですけど、ちょっとなんか僕結構気にして、こうちょいちょい帽子をこうやってた。撮ってるね、うん、なるほどね。いやー、うわ、土屋さんも白。そうですよ、もうゴルファーは僕とヤス君、まあヤス君の方がちょっとラウンド回数多いのかな。うん、まあそうか、ラウンド回数で言うとそうかもしれないですね、うん、そう。おう、ヒゲさん、歯だけ白いヒゲさん、お疲れ様です。ボンちゃん、ボンちゃん、ボンちゃんね。そうなんですよ。まあ昔といる、横にいる人が違いますけどね。はい、ヤス君って思ってたより細いっすね。そうでしょ、足が細いです。足がね、僕、あ、皆さん、しょうがないな、お見せしましょう。これもう神回ですよ。いきます。
いいですね。お疲れ様、ヤス君がいる。そう、ヤス君いる。ミオさん、バッチャーありがとうございます。これね、Y字バランスすごいと思った方はあの、ぜひバッチを、バッチをね、買ってください、ね。はい、ゆうパパさんがまだ全然バッチをね、くれない。あ、ゆうパパさん、俺、Y字バランスしたよ。おい、こんばんは。今、昔のヤスゴリ見てた。ドヤさんの初ラウンド、あ、サミットね、柔らかいでしょ。大事なんですこれね。そう、大事なの。見たストーリー、そうでしょ。ストーリー見たでしょ。しなやか。そうなんですよ。あ、ゆうここさん買ってくれてたわ。キューピーさんみたいで可愛いって。キューピー。あ、ゆうここさんバッチリありがとうございます。あ、ゆきさんもバッチリありがとうございます。やったやった。ありがとうございます。いやいやいや。しなきゃツヤツヤのやすくんにバッチってしなツヤ、うん、かわいいって、かわいいって、あら、かわいいですか。やすくんの Y 字に、おー、いいですね。ありがとうございます。いや、今日、やすくんちなみに76だったんで、あ、これね、皆さん、ドヤさんのレッスンを受けると、うん、こう、ポコポコ70代が出るようになる。そうですね、はい、はい、前半パワープレイですから。そう、今日僕が朝一のパターを教えた結果、うん、そうです。え、ほんとね、それね、今日ずっと意識してたんですよ。うんうん、そしたらパター結構入りました。ほら、5バーディートータル、僕。うん、5バーディーね。あ、のりももさん、バッチリありがとうございます。いつも楽しく拝見してます。お二人ともご年齢は、いっちゃいますか、年齢。うん、まだ行ったことないですけどね。うん、僕から行きますか。行って、行ってます。僕が27歳です。はい、やすく、僕24です。そうですね、はい。いつも楽しく拝見します。あー、ごめんね、やすくんが羨ましい。あー、ね、教えてもらえてね。なるほど、確かにね。やすくん絶対海外行ったらボブって呼ばれそうな気がする。スポンジボブ。やすくんすごい。そう、こうなんですよ。そうこうじゃないですよ。うん、こうなんですよ。そう、こう体で、こう、私ももっとレッスン受けたいよってね。こうなっちゃうのが、あの、そう、こうなんですよね。そう、こうなんですよ。そう、こうなんですよ。そう、こうなんですよ。まっすぐ上げるね。こうなんちゃう。そうそうそう。これで、こうしたらね、転がりがやっぱ良くない。そうなの。ピュアロール、ピュアロールパッティング。ドヤのピュアロールパッティング。そうですね。もうピュアに転がんないと入んない。そう。うん。そうよ。皆さんピュアですか、転がりは。あーあーっていう感じだね。ピュアに転がってるボールは、うん、特にやっぱラインとか引いてると、うん、すごい綺麗に、ああ、コロコロコロって見えるよね。確かにね。ロゴとかもこうなんか、そう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 、そうなんですよ。じゃあ僕のレッスン受けたら絶対にスコアを伸ばすことを約束しますと。伸ばせなかったら全額返金しません。はい、やりましょう。100ギリ。ドヤさんのレッスンを、うん、8回受けて、うん、100ギリできなかったよ。5ラウンド以内に。8回?8回で5ラウンド以内。5ラウンド以内。ドヤさんのレッスン7回プラス、うん、1回ラウンド。1回ラウンド。はい、で、うん、5ラウンド以内に100切れなかったら、はい、全額返金で、だからは、まあ、要は8回、7回ってラウンドレッスンですよね。うん、でこれもうライズアップ的なレベルですよ、言ったら。なるほど。で返金だから、これをライズアップはね、うん、これ40万ぐらいかかる。うんうん、それをなんと、うん、20万20万ね。まあまあまあいけると思うけど、9でしょ、だってレッスンとね。うん、あ、もうじゃあ、パチありがとう。あまり傾斜が気にならなくなりますか、ピュアに転がしたら。いや、傾斜は気になるっていうよりも、読んだ自分がここに打ち出したいっていうところに出して転がると。で、まあその自分の読みが合ってたら入るっていう感じ。なんとか70代いけるようにお願いします。あ、ヒゲさんね、
わかりました。ヒゲさんはね、もうやることはね、決まってます。もう僕の中で完全に決まってますね。はい。大丈夫、動画みたいにこのパッド入らなかったら性生活禁止とかないって。いやー、まあ、でもそれを自分に課すことも、うん、やっぱ自分へのプレッシャーを与える。そうですね、あれですね。ドヤさん、ヤス君、アウさん、安田ゴルフが好きな YouTuber。 安田ゴルフって何？安田ゴルフ分かんないですね。安田ゴルフも略したら安ゴルですね。あそうだよ、まあ、いやこれ安田ゴルフって安ゴルって言ってるんじゃないの？違うの？違うと思うんですよ。安田ゴルフあるんじゃないですか。安田ゴルフ、嘘、うん、そうなの。ただコースデビューしないですか？初めてのスコアどれぐらいいけば安心ですか？150。はい、追い込みスタイルなのか。そう、コースデビューで女性で150だったら普通ですね。めちゃくちゃすごいです、うん、170とかですよ。もう数えられてない初ラウンドは。あ、僕は200です。200以上叩きました。はい、はい、200以上。初ラウンドで200叩いてもプロになれる。そうそうそう、プロになれるんですよ、200叩いても。本当に自主練頑張ってきましたよ。早く安定して100切りたい。ああ、みおちゃんは大丈夫。うん、僕がレッスンしてるんで。はい、ドヤさん、めっちゃいい、めっちゃ声いいですけど、意識してることありますか？いや、意識してこういう声を出してるわけではないんですよ。いや、意識してこういう声を出してるわけではないから。そう、普通にこの声ですからね。あ、みんな安ゴル見てるかもしれない、今。あ、この時間。そうだ、安ゴル、このライブの後は安ゴルぜひ見てください。そう、そう、多分みんな見てるな。みんな見てるな、これ。安ゴル見てる。結構見てんだよ、53で見てるでしょ。そう。でもね、みんなからしたら、ヤス君はね、結構ね、可愛いキャラなんだよね。僕のフォロワーさんがいる。どう考えても、かっこいい。僕か、マッケンユーか、まあ、キムタクか。なるほど。だと思ってますけどね。ヤス君の持ってる棒って何ですか？これはね、卑猥な棒ですよ。うん。なんか卑猥じゃないですよ、これ。ちょっとなんか、段があってあれですけど。そう。これは、筋膜リリースです。筋膜リリース。そう。ドヤさんの。そう。憧れる声、ヤスゴリズム見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤス君のデコ。ヤス君の筋膜リリースの、ね、サムネにしてほしい。普通に150、もう半年週3日練習します。レッスンも週1で、目指すスコアは100。でもずっとレッスンしててもコースに出ないとできないことっていっぱいあるから、もうちゃちゃっと出ちゃった方がいいですよ。ちゃちゃっと明日行きなさいって感じ。こんばんは、9時にアップされるヤスゴル毎日楽しみにします。ありがとうございます。卑猥棒。あ、これ内側やばい。内側超痛いよね。ふくらはぎのここら辺、ふくらはぎゴリゴリすると、この骨の、うん、あ、横の筋肉ね、すね筋ね。随分と優しくやってんだよ。随分と優しい。真っ健優笑って。いや、何笑ってんですか。明日ランドします。はい、頑張ってください。ヤス君、お盆に南富士カントリーにいた。南富士一緒に行ったじゃん、あのバスサンド。ああ、いました、はいはい、声かけてくれましたか？後ろ、あの女性の方々。女性じゃないな、うん。80代出したいって。頑張るんですよ、80代出すためには。なるほど、とりあえず先生とコース行ってみますねって。もう先生とも行かなくても大丈夫ですよ、そんだけ練習してれば。ベスト100ですが、100切りできるコツを一言お願いします。何何何こっちですか。100切りできるコツ。いや、だからできることしかしない。ああ、なるほどね。できないことをやらない。うん、これじゃないですか。これでも、これもゴルフずっとそうじゃないですか。まあそうだね、確かに。
そんなに痛いんだ。いや、筋膜リリースは相当痛いよ。ちょっとここのすねの内、うん、ここがやばいですね。ここだって普通に押したって痛いんだから。うん、あそこのコンペ出たら、特にアスリート界とか出たら、ゴルフは少し気持ち楽になりますよって。アスリート界ね。いや、そこのコンペ千葉だって。いや、いや、林くんね、あのメンバーシップに入って、この林くんって俺がレッスンして生徒さんなんですよ。あ、そうなんですか。もうメンバーシップ、もうメンバーシップに入んなきゃダメだよね。結構うまい、消防士さんで。あ、そうなんですか。めっちゃ筋肉、あ、筋肉系ゴルファーだから。千葉で やってるから、そう、イベントね、イベントやってるから来てくださいと。一緒に行く人が初心者ばかりなんです。ああ、なるほど、それじゃダメだな。なるほどね。あれ、彼氏はゴルフやらないですかね。お疲れ様です。スカイウェイで安く見ましたって。ああ、ジョー、ジョー尾崎さん。前もいた、前もいた。本物ですか。スカイウェイでね、あの何人か写真撮ってください。あ、そうなんだ。この中の方か。安ゴル広島にも来てほしい。あ、広島ね。中国地方ね。はいはい、広島、岡山。で、これね、僕のそのメンバーシップの方がね、うん、あの何人かいるとこじゃないとやっぱりちょっと行きづらいですね。そう、行きづらい。あの人が集まるかわかんないから。そう、沖縄にも来てほしい。行きたいよ。行きたいよ、それはね。北海道、沖縄、中国、四国。行きたいって。人がね、うん、どんぐらいいるかわかんないから、うん、メンバーシップでこのね、あれを確かめてるわけですよね、人数をね。うん、今、安頃 TV 見ながらライブ見てます。ありがとうございます。今度 TX 使って修善寺カントリーでゴルフしてください。押すんだよね、修善寺。修善寺、なんかいいじゃないですか、行きましょうじゃあ。修善寺。遠いけど。あ、しもさんがワックル買ってくれましたと、ありがとうございます。いっぱい千葉でやってますよ、ぜひ一緒に行きましょうね。四国も来てください。四国もね、行きたいんだよ。だから大阪だったら、淡路島渡ったら四国だからね。確かに。徳島、確かに、ね、彼氏はプロ目指してましたが、私は練習すら行ってくれません。そんなのは彼氏じゃないですね。ね、私の彼氏って言うけど、そんな彼氏は彼氏じゃない。なんで言ってくれないんだろうね、うん、そんなね、なんか俺はなんか女とはいかねえよみたいな。いや、女とはいかなくてもいいけど、彼女は別でしょと、うん、ね、わかりました。そのプロゴルファー俺の前に連れてきてください。今目指してたってことはプロじゃなくて。ああ、プロじゃないんだ。ではな、やすくん、こんばんは。あ、しもさん、どうも、ワックル買ってくれてありがとうございます。しもさんね、八王子来てください。行ってますよ。行ってますよ、バッサン、バッサンに会いにね。優しい。どやさん、やすくん、こんばんは。竹強さん、マジっすかって。いや、行ってくれるよ。だって普通彼女とゴルフ行ったら楽しいもんすけどね。うん、うん、奈良はどうでしたか。奈良はね、南食堂っすね。奈良は鹿ラーメン。うん、うん、あ、カナニーさん、大阪から四国まで3時間ぐらいでしょ。3時間ぐらい。うん、3時間か。まあ結構あるな。あ、こんばんは。あ、はるちゃん、どうも、こんばんは。どうも。奈良はあとね、今日はやすくんが鹿と戯れてましたね。うん、鹿すごい近かったです。そう、あるよね、写真ね。ありますよ。鹿の写真は、うん、もうこんな近いから。そう、うん、もうこれ、あ、まあこれでちょっとあれですけど、ヤス君と撮って、あ、これこれ。わかるかな。鹿すごい近くにいたんですよ。そう、ヤス君は今日までなら、そうです、今日で、明日から、明日ヤス君は岐阜で、YouTube 撮影して、その足で帰りますと。
で僕は、明日行って23行って24に帰ります。筋膜リリースって毎日やるんですか？うん、毎日やった方がいい、うん、みんなももう人間は外側面が絶対に疲れるから外側面ゴリゴリしてください。広島も宮島に鹿めっちゃいます。宮島にいるんだ。鹿さんにせんべいあげた。いや、そこまでね、あげなかったんですよね。練習行くと腹が立つらしいです。練習に行くと腹が立つ。ああ、その、マリコさんのスイングに対してね。そんなやつとは、もうね、別れちゃっていいです。もう、それは、もう言うて自分勝手なんですよね。だってさ、教えてあげたらいいじゃん、別に。僕もし彼女いたら教えますよ。し、うん、ひどいね、ひどいよね。奈良にゆかりないですけど南食堂だけ覚えました。あのチャーシューいいですね。あれはね、鶏と豚だよね。そう、鶏と豚、うん、鶏のチャーシューはうまいよね。鶏チャーシューうまいですね、うん。皆さんこんばん、うん、まあ、もうさ、ドヤさんが面倒見てくれるってきっとってまあ僕はフォロワーの皆さんが彼女だと思ってるんでありがとうございます。はい、そう、やすく水飲む。いいですか？もうリリースしたら絶対水飲まなきゃダメだから。京都にもラウンド来てください。京都ね、京都ってなんか名門、なんかもう京都ってすげえ狭いイメージがあるんですよね。はい、こんばんは、どうも。天木さんバッチリありがとうございます。そこ痛いよね。やばめっちゃ痛いんだよそこ。あーやばい、あーすごい。うわ、これ進めないもん。進めないんだよそれ。でも聞くよ結構そこ。みんなそんなに優しくゴルフ教えてくれるもんなんですね。知らなかった。いや、うん、それね、知らないからまだ付き合ってるって言っても過言ではないですね、うん、うん。知ってしまうと、いや、やっぱね、みんな誰しも初心者の時があるわけですからね。そうそうそう、その時のね、気持ちを忘れてしまってはいけませんよね、うん。あ、やっぱ太ももの外側やった方がいい。太ももの外側やってたよ、さっき。うん、やってた。こっちはね、あんまり痛くないんですよ。そう、そうだよね。うちの方が絶対痛いよ。あと、ふくらはぎを下からふーってこう、あ、もう、こうぶら下げて。ああ、そう、あそうそうそう。いきなりですが、ミドルカットのゴルフシューズのメリットって何ですか？まあ、ホールド感じゃないですか。ヤス君の胴体、顔から下しか見えてないから。ヤス君かわゆいって。ヤス君使ってるやつ欲しいです。なんていうの？これはね、ストロング S.com。 これはね、ストロング S.com です。あ、違う、名前書いてあったし、こっちに。あ、ザ・スティック、ザ・スティックです。ザ・スティック、ストロング S.com。 靴仕上げすごい。みんなすごいんですよ。僕だってすごいですもん。なんかちょっとエッチいっすよ、ヤス君って。ゆうパパがあんって、ピコちゃん。あんじゃないよ。引っかかるでしょ、それ。引っかかる。そう、めっちゃ痛いんだよ、それ。そこ、ドクタースレッチってもやられるもん、ゴリゴリ。何でやるんですか？いや、あのね、ここに、ここ、ここにふくらはぎこう乗っけて、ここで、なんか、ゴリゴリやられる。膝とか。そうそうそう。痛かった。そうでしょ？
毛挟まらない、うん、これは挟まんないですね。毛はね、挟まん、もう緻密な構造でね。すいません、ちょっと女性の皆さん多いんですけどこれで視聴者数減ったらすいません、うん、静かにしてください。ちょやめよ、ドヤさん俺じゃねえよ、ドヤさん俺じゃねえってダメでしょ安ゴル見てきていいですかって。ダメですよ、いつでも見れるんだいつでも見れる安ゴル。何回ぐらい上手な人とコース回れば初心者引き連れてコース行けますか。何回ぐらい、いやそれは回れば回るほどですね。緻密、一ラウンド終わった顔になってるぞ安くんって爆笑って、ドヤさん俺じゃないドヤさん俺じゃないよ、あ出た、あ出たじゃない、トビーさんね、あードヤさん俺じゃないって、俺じゃないよ、ウケるおなら最高って。あーマリコさんね、よかったマリコさん、そうなんだ、出ちゃったって、出ちゃったよ、ドヤさん、まあドヤさんにもこういうところがあると皆さんね。いや僕おならしないんで基本おならもうんちもしないです。アイドル宣言じゃないですか。おならもうんちもおなにもしないです、はい。わっ僕はおならもうんちもおなにもします。おしっこもします。うん、僕はおしっこもしません、はい、汗もかきません、ドヤさんは。そう、僕は汗もかきませんね、はい、はい、お疲れ様です。もう行っちゃった行っちゃったよ、もう僕人間らしい、あ、安くんがね、うん、僕は人間じゃないのかもしれないですね、うん、どうですか皆さん、安ゴルは見ててどうですか。ドヤさんあっちも強そうだけど、いやもう強いどころじゃないですね、うん、正直者、いや僕ですよね、僕は正直者ですよ本当に、うん、でもねこれ一言言わせていただいていいですか、安くんのおならは臭くないんですよ。そうなんですよ皆さんあのただ、うん、じゃあここに実があるじゃないですか。実？実。これが出てくるおなら。うん、これまあ実がない時に吸って出てくるやつは、うん、臭くないんですよ。ま、う、れ、ん、にこう実を経て、うん、この実の匂い臭気をこうさらって出てくるやつがいるんですよ。うん、実声してくるやつがあの気候種なんですけど。気候種。これがもう臭い。だからあー今のはちょっと身を経てきたなっていうやつが来た時はあーすいませんこれ臭いですって言ってします。なるほどね、はい、なるほど。安ゴルは心のオアシス、あトミーさんね何の話って、リアルって、いやいやいや何その理論、いやこの理論はこれちゃんと論破してるわけなんでね、見声理論です、うん、これが。いや便秘ってやつじゃない、いや、ヤス君と僕はまず便秘じゃないですから、うん、だいたい朝ゴルフ場のねトイレ行くと隣からドヤさんのドヤさんのうなり声がするんで、そういつもあの、あ、じゃあ後でっていう感じなんですよ、うん、そう、前は見てます、ありがとうございます。安ゴル見てきます、はい。見声って変換で出てこないです、笑って。これはだって僕のオリジナルワードですから、はい、見声。いやあれさっきあっちの部屋で何やってた。あっちでですか。うんあっちですか。うん、いやちょっと言えないっすね。あ、言えない、言えないパックンチョ、パックンチョさんどうも。ランド前のトイレ大事ですね。大事よ、ちゃんと出さないと腸活できないから、う
で僕は朝ごはんをね食べるじゃないですか。で昨日朝ごはん食べて ホテルの食堂で朝ごはん食べて、で土屋さんちょっとすいませんトイレ行ってきていいですかっつって、あいいよっつって、俺タバコ吸ってブーって吸って、あお待たせしましたっつって、あブーって言ってゴルジョ着いたら、あちょっとうんこしてきますっつって2回してその2回目の方が、うん、もうだから僕本当に1日 4,5 回で出しますから。ああいいねラウンド前の、うん、ヤス君は彼女さんいますか。ああそれ聞いちゃいますか。うんね言っちゃっていいですか。いいよ、いいですか、しょうがない。僕は子供がいます。うん、2人目が先月生まれました。はい、あのてかまあ普通に言ってるんですけど言ってる言ってる、結婚します。はい、うん、あれ土屋さんうんちしないんじゃない。いや僕はトイレに行ってうんちをしてるんじゃないですよ。うんちごっこしてる。そううんちごっこしてる、怪しまれるから。そう怪しまれるから、あいつあまりにも行ってないぞ。そう行ってない。そうちょっと行ってうなる、うなる、うなるだけです。うそう秘密なんですが、僕は出ないときウォシュレットで刺激します。あーいますねそういう方。あーそうちょっと入れるんすよ水分を、なんなら。あーなるほどね、多分多分ね、うん、そう強めにして。俺まあ俺はまああえてあのいやしないんですけど、はい、腹筋をするっていうなんか要はポンプ、はい、人間ポンプでこうやってちょっとこう出てるじゃない、はい、出てもうちょっと出るなっつって止まるじゃない、止まるときこうやってやるとここでブルンってこうするから。いやいやそれはあれっすね、それはまだ行き切ってないんじゃないですか。僕なんかでもう普通に真顔で踏ん張れるんでここにだからうーって声は出ないです僕は。なるほどね、うんちごっこって。ヤス君パパだったのか。そうそうそう、おめでとうございます。赤ちゃんパパ知られてないんですね、うん、もう待ち受けが子供2人ですからね。そうですよ、うん、今度やってみよう。やんなくていい。ポンプで出ます。出る出る出る、うん、ちょうど出てる時にこうやってやるとこうんって出るから一押し一押しが一押しドヤの一押しが、ね、そうそうなのよ、出るからね本当に。二人での夜楽しそう、楽しそうすぎってパックンチョさん、あパックンチョさん、パックンチョさん、パックンチョさん、あそうそうそう、ね、パックンチョ、パックンチョ、そう、それがヤス君、それがヤス君のこと可愛いのよって。可愛いよね、子供可愛い、うん、奥さんも可愛いですよ。ああ奥さんとね電話してるときはね、奥さんもねなんかすごいヤス君のこと好きそうな感じなんだよね。いいなって思うけど。デアさんいい分買いました。バックルも買ってください。ありがとうございます。ね、ぜひぜひバックルも買ってください。なるほど。まああのー。ヤスくんさん、ドヤさんをパックンチョは禁止ですってなんて卑猥な名前なんだ。え卑猥だなぁ、うん、そんなこと一言も言ってないじゃないですか。うん ね、うん、いいなって。何が、旦那の命日です。それはちょっと重すぎるんでやめてくださいね。ちょっとそれは重たいんで、はい、イーブの白ウェアいいですね。あれね、上はモックネックで、まあちょっと厚手だけども、もう9月に入ったらもうモックネックを着てラウンドするしかない。あのアディダスのね、うん、そうそうそう、はいはいはい、うん、これね、はいはい、うん、この楽しそうな雰囲気だと夜怪しいので、ね、どういうことだよ夜怪しいのどういう推測なのどういう推測なのよ。ヤス君の嫁
桃鉄問題が。あ、桃鉄ね、あのなんか僕がライブやってる時に、うん、奥さん桃鉄好きなんですけど。あ、そうなんだ。で2人目が生まれる前なんですけど、うん、まあ子供が一目寝た後、うん、桃鉄をすごいやってた時期があるんですよ、うん、それが映り込んじゃって画面が、うん、桃鉄の、うん、で桃鉄やってますね誰かいや奥さんなんですけど桃鉄好きなんだ。すごい強いんですよ。へえ、強いんですけど普通にね。でなのにで4人のでコンピューター3人と100年とかやるんですよ。で100年をまあ何ヶ月もかけてやってたんですけど、うんうん、でね、じゃあ結構相手をその佐久間とかにしてすごい強くしてんのかなって思ってたんですよ、うん、で見たら一番弱いやつにしてるんですよめっちゃもうね一人だけもうぶっちぎりで勝ってていやそれやばいよ、何が面白いのって言ったら、なんか一個だけ一人レベル上げてました。あ、なるほどね。最近ゴルフのヘンリーネックが気になってます。ヘンリーネックどういう推測か言いませんね。なるほど、ヘンリーネックね。桃鉄懐かしい。まさか99年で桃鉄やってるのって。あ、そう、100年があるんですよ。私も桃鉄やってた20年前だけど、うん、なるほど。ヤス君、キャプテン、あ、キャプテンヘルム、うん、キャプテンいいですよ、いい。ああ、いいんだ。うん、僕ちょっと最近買いに行けてないですけど、僕の知り合いというかがやってて、ミシェルさんっていうね、それがだから売れちゃうんですよ、人気だから。あ、そうなんだ。人気出て、へえ、そんなに多く作ってないっていうのもあるけど。あ、作ってないんだ、うん、なるほどね。そう、ヤス君ベビーボンビーっぽいですね、可愛いやつですって。ベビーボンビそんなそんな辛くないやつねじゃあ、あれはでも完全に赤ちゃんの描写ですからね、描写は。なるほど。 あらゆる駅買収するやつ的な桃鉄好き奥さん。そう、もう全部一色になっちゃってるんですよそう、自分の色になるんですけど。ああ、買った、うん、全部買ったやつ。はいはいはい、なるほどね。いやすごいな、みんな見てるな。これ毎晩やってんすか、これ今。毎晩やってるよ。ああ、遠征来て毎晩やってるもん。さすが。うん、赤ちゃんと見分けつかなそう。なんでよどういうことですか、うん、あ、浜テフさんどうも、関西ラウンドお疲れした。どうもお疲れ様です。あ、ヤスくんさん可愛いですって。パックンチョ、パックンチョさんじゃないですか、うん、おすすめのパターグリップ教えてください。僕はね、パターグリップそんなにこだわりないな。これはもうあります。いやでもこれ今ね品薄なんですけど、ね、ラムキンの、まだこれ知って、僕はもともとね、今使ってるベティナルディがついてたんですけど、それが今話題になってた、ね、秀樹松山とか使ってた、ラムキン の、あのディープイッチドっていう、うん、ちょっと深いあのこう、あーは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 ーのコードタイプなんですけど、それがすごくいいですよ。へえ、でもね、今品薄になってました。へえ、うん、あー、初期ちゃんお疲れ様です。今ちょうど安頃見てました、ありがとうございます。今日は第6話ですね、最終、まあ、まあ見てない人は見てくださいと。私パターベティナルディです、パックンチョ。わー、パックンチョさんベティナルディなの。でもパックンチョさんね、200ヤードぐらい飛ばすらしいよ。すげえ。うん、看護師さん。くんちょさんすごいじゃないですか、くんちょさんくんちょさんね、200ヤード飛んだ、もうレディース赤で200ヤード飛んだらもう、ね、もう白だもんね、白でやるしかないもんね。カナニさん、ヤス君関東帰ったら生ライブお願いします、関西コンペの総括お願いしますって。あ、しますよ。明日ライブする予定です。あ、明日ライブすんの。明日ライブ帰って。あ、そうなんだ、うん、あ、そっか、ちょうど終わったからか。ちょうど終わって。なるほどね。そうするとね、なるほど、1週間また経っちゃうんで。なるほど、くんちょさん、ヤス君はあだ名つけるのうまいからね。そう、うん、くんちょさん、そう、パックにはすごい200ヤードなんてね、すごいよ。
すごいな。くんちょさんすごいって。もうくんちょさんになっちゃうよ、くんちょさんに。くんちょさんがいいですよ。ね、うん、やっぱね、ちょっと一つこう、ひねりがあった方がいいですよ、くんちょさん。なるほど。くんちょさんってなんでくんちょさんなんですかって言われるようになるんで、そうすると。実は、もともとパックンチョなんですよ。そう。ね、パックンチョがすごい好きなんで。うん。で、そこから、くんちょになったんです。なるほどね。なんかヤスってやつがくんちょくんちょって言い出して、うん、いや正直同じベッドじゃないからね。ゆーぱぱさん、うまいえさん、ありがとうございます。今日ショートコースもありました。はい、夜勤で見れないアーカイブ見ます。あ、夜勤か。まあでも、なるほどね。はい、見てください、ぜひ。くんちょさんでも何でもいいです。ヤスくんさん命名。ヤスゴル見終わりました。ドヤさん、ニララフショット、あー最後のね、ちょっとね、はい。私も200ヤードぐらい飛ばしたい。さやさんお願いします。まあ任せてください。はい、最高でした。あ、ありがとうございます。言い方ね、言い方で変わるからねって。そうそうそう。いや、ドヤさんはやっぱ飛距離伸ばすの得意ですよ。うん、得意。うん、うん、僕も今日ミドルワンオンしましたからね。ああ、ワンオンバーディー、ワンオンバーディー、うん、いいね。短いミドルだけ。ドヤさんはあのスプーンで、うん、グリーン横まで、グリーン横まで、うん、いやでもやっぱ今日も僕一緒に回っても大体一緒に回った人はびっくりするもんね。いや、びっくりする。やっぱなんか最初の、うん、あの出だしの感じからは想像できない、うん、あのところに落ちてる。だから着弾点、2打目の地点に行った時にドヤさんの球がはるか先になるからみんなびっくりする、うん、ああなんか、ああいい当たりですねってティーグラウンドでは言ってるぐらいなのに、そうそうそう、あ、ないっしょ、行ってみるとね、行ってみると、えぇ、ー、ってなってる。そうな、奈良博、そうです、浜手さん奈良博です。はい、飛ばし屋ドヤ様。そう、くんちょさん、やすくん、ほんとかわいい、クリオネみたいなかわいさあるからおすすめって。これ、まあ、ゆうかはほんとクリオネ押すよね。クリオネ、フォルムだけでしょ。あ、なるほどね。なるほどね。そうそうそう、クリオネ感がありますねって。あるんだ。あるの。コロナ落ち着いたら千葉に行く予定です。1回だけのレッスンも受けてもらえますか。これはね、いいですよ。はい。もちろん。ね、別にね、セットじゃないですからね、今ね。うん。いいですよ。ぜひぜひ。靴下履いてるみたい、日焼けで。そうでしょ？そうですよ。僕も靴下履いてますから。ドヤさんのドライバーはエグかったです。ありがとうございます、トミーさん。エグいよ。あ、浜手さんもバッチリありがとうございます。浜手さん。まあ、残念でしたね、16ホールで終わっちゃって、うん、雨でね、うん。まあまた滋賀に行きますよ。じゃあこの辺ちょっと僕あのバッジが爆増するあれ挟んでおきますか。ああ、いい。バッジ皆さん、これがすごいと思ったらバッジ買ってください。安く見ます。スーって、スーいいでしょ、スーいいでしょ。もうあれはね、もう狙って言ってることじゃないですよ。トミーさんって安くんにクリソツな方ですか。あの、確かにちょっと似てるかもしれない。あー、トミーさんね、うん、フォルムはそうかもしれない。今日患者さんに晴れ特権本当はゴルフ行きたかどうだろうって言われました。晴れ特権本当はゴルフ行きたかどうだろうって。晴れ特権。ヤスくん、ヤスくんそれいつも使ってるって。音がすごかった。あ、しもさんね、ありがとうございます。わ、ヤスくんさんの Y 字バランス。あ、ゆうぱぱさん、まだ間違いない。ありがとうございます。ロング2オンから3パット生で見れたんで。あ、ありがとうございます。そうです、僕ですね。あ、みなさん、パックンジョさん、あ、トミーさん、お、やべえ、こう、ゆっけ、やべえ、やべえ、やべえ、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。玉子さんもありがとうございます。どうもありがとうございます。ね、バッチを買うっていうのはこういうことです。なるほど、はい、それできねえな俺。なんかヤスくん頑張りますね。ヤスくんさん効果すんごいね。やばいよ。
やっぱね、エンターテイナーなんでね。いやいや、安くんは小平さんのところね、このザ・スティック、うん、これは別に買わなくても大丈夫です。そう、はい、似てると言われて光栄ですって富さんが言ってるから。いやでも確かになんか言われたらちょっと似てるかもしれない。まあなんか全体のバランスっていうか、そうそうそう、顔もね、そうそうなの、うん、いやーすんごいな、こんなにバババってきたの初めてだもん。すごい、1、2、3、4、5、6、はあ、アウさんとドヤさんの対決みたいです。バッチバカ売れ、いやいいんですけど、でもまあ僕がプロでアウさんがアマチュアなんで、まあ僕と今ヤス君がハンデハーフ3枚なんですよ。3枚3枚6枚なんで、アウさんでももうアウさんの上を行っちゃったよね。いやでもまあアベレージはね、どうだろうな、アベレージはさすがアウさんの方がちょっと、ま、だ上いいかもしれない。あ、そう、まあ、アウさんまあちょっと調子悪い時とかもあるから。あ、そうだね。でその、まあ、勝負的な感じでやったので言うと、まあ、勝ち越してるかもしれないですね、うん、そうだよね、うん、Y 字バランスすごいね、シモンさんね。そうなんですよ。いやでも結構やっぱり多分、じゃあヤス君とアウさんも、だ俺と翼くんやってみたいにもう月1対決しちゃえばいい。ああいやこれどう実際どういう心境でやってるんですか。俺ヤスさんと結構負けたくないですか。やっぱ俺はね、うん、実際はね、あのね、俺って結構自分のことを客観的に見るタイプで、はいはいはい、うん、なんかね、俺ね、なんか勝負っていうよりね、もう翼くんをなんかどうやって面白くしようかしかあんま考えてないんだよね。なるほどね、うん、俺はだからそ、うん、ね、まあ、アマチュアの方がちょっと気にするんじゃないかな、うん、なる、僕はすごいね、うん、気にし、だからもう負けたくないし。ああ、なるほどね、うん、ちょっとピリつくのが、ピリつく、まあ、うん、アウさんとだったらなんかその、あ、まあね、面白い中で新技術できると思いますけど、まあね、卵を産むやつ笑いましたって一応言っときますけどね、アウさんの名誉のために、うん、あのやってませんからね。ヤス、アウ、ダブルス対ドヤさんは、ヤス、あ、俺対、いやでもそれだったらね、結構ね二人が勝っちゃうと思うな、ね、これは、うん、別に誰と誰対って言われじゃなくて、うんうん、アベレージがなんかそんなにこう、うん、すごいね、100、じゃあ100アベの人2人とじゃなくて、うん、じゃあ大体80とかの人とプロ、うんうん、でもやっぱりスクランブルのそのダブルスの方が強いんです。強いね、やっぱ確かに、特にやっぱパターとか、うん、パターね、うん、やっぱ2回できるからね、1回ショットを見れるっていうのはすごいでかいわけです、うんうん、そう、さえレイドオフとかね、はい、バッサンは確かにドヤさんといるとここ一番生き生きしてる。バッサン今日何曜日だっけ。土曜っす。ああ、レッスンだな。ショータイムとコラボしてください。いやしてくれないんじゃないかな。したいです、もちろんね。したら僕はね、うん、僕は全然したい、僕はどこいっぱいしたいですから、コラボは、うん、俺はね、うん、あのカン君とね飛距離争いしたいね。ああ、確かにね、うん、カン君ってやっぱ飛びますからね、うん、だってあいつ、あの子は振ってるってわかるじゃない、うん、なんか、え、ドヤさんもその満振りはしてないっすよね、そのね、あれに、このまあラウンドの時はそんなにしてないけど、うん、まあ俺がもう48インチを持った時にはですよ、うん、ああ、うん、ドヤの48インチ、そういうことですよ。ヤス君もプロヨルファーですかって。プロヨルファーって、くんちょさん、なんつかその卑猥なプロヨルファーって。そう、それは俺が発信したんだけど、プロヨルファーってね。プロヨルファー、僕は全然プロヒルファーですよ。プロヒルファー、うん、ぜひぜひ一応応援したくなりました。あ、トミーさんね、ゆうパパね。ああ、そっか、会ってないのか。トミーさんはね、京都に住んでる方なんですけど、そうそうそう、で東海イベントにも来てくれたって言ってました、ね、そう、だから滋賀、うん、滋賀だったら全然来れる、うん、あ、
梅さんが来ましたよ。わっおー、やすさんいる、こんばんはって梅さんね。カン君やっつけてください。いやいや、カン君 OB を恐れないゴルフは、いや、それは僕ですから、OB を恐れないゴルフは僕、元祖僕です。カン君は3連続 OB したことありますか？そう、ないから、ないから、どうかわかんないけど、うん、あるかもしんないけど。あー、バッチありがとうございますドヤの一撃みたいですね。カン君はおもろい、おもろいな、うん、なるほどね。関東行くしかないか。あー、トミーさんね。あー、ぜひぜひぜひ。トミーさんはね、アスリート界来てほしいね。うん、うん、確かに確かに。そう、トミーさんはね、触れるから。そう、触れる、うん、もうシャフト折るぐらいだからね。シャフト折っちゃうから梅さん、梅さんより、あの、梅さんも折る系なんですけど、そう、あの、トミーさんはついにプレミアムラウンド中に折りましたから、うん、そう、後半一発目でね、うん、安島さん、バチありがとうございます。来て来て、俺も行かなきゃ。いや、ゆうパパはちょっと千葉出なきゃダメですよ。確かに確かに。千葉を愛しすぎてるから、ゆうパパ。安ごるメンバーが集まっていく。はい。お二人に会いたすぎて早く引っ越さんとって。いや、どこに引っ越すんですか？館長さん、どこの方なんですか？熊本。熊本か。うん。熊本のどこなの？熊本の浜手くさん、昨日はプレフォーの魔術師ラウンドだったわって。くんちょさん、千葉に引っ越したらしいよ。あ、千葉いいじゃないですか、うんうん、くんちょさん、どやさんに会ったら失神しちゃうと思う。いや、みおちゃんは失神してないでしょ、レッスンしてるけど。ちなみにジュニアレッスンとかはしてないですね。うん。あの、ジュニアレッスンは、僕はあんまりしないっていうスタイルですね。はい。シャフト折り仲間って。ジュニアはね、ちょっと大変なんですよ。熊本のどこかは内緒です。ミオさん、多分ぶっ倒れます。いや、倒れないから、絶対に。倒れた人見たことないですよ、僕と会って。え、ドヤさん、うん、の、あ、試してみましょう。え、ドヤさんの、じゃ、顔を見てってことですか？うん、顔見て失神しないでしょ。しないでしょ、普通に、うん、ちょっと待ってください、じゃあ、いきますよ顔、こっち向いててくださいね、うん、しないと思ったんだけどな。関西遠征、滋賀県は来るんですか？昨日行きました、うん、はい。倒れる人1号になる自信ありますもん。ああ、ごめんなさい今1号になっちゃったかもしれないゆうパパさん、もう折れないって。皆さん、で、いつも安ごろ見てます、ありがとうございます。安さんもいる。あ、トイさんね、はい。リピドをへし折るトミーさん、まあ、そうですね、ね、シャフトね。リアスくんさん、仲間にいてありがとう。今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、トミーさん、ヒールに当てる練習してくださいね。え、ドヤさん、俺初めて会った時ちょっと鼻血出ました。で、絶対出て、全然出てないじゃないですか全然出てないじゃないですか。動画拝見させていただいてます、ありがとうございます。鼻血どころじゃって、何々来た、来た瞬間、やすくんが失神。あ、カズミンね。カズミン、どうも。勉強になります。倒れはしないけど、挙動不審になるかも。いや、それはないと思いますよ。ランディザバッチ、ありがとうございます。いやいやいや。いいですね。まあでも、そうだな。カズミンさん、ドヤ様がかっこよすぎて失神さしたですはい、アドバイスありがとうございました。いえいえ、お疲れ様です。アプローチ R10 弾道計測器もう使いましたか？アプローチ R10 弾道計、ガーミンのね、あ、ガーミンね、新しいやつ、
7万。あ、桜崎さんが買ってる。そう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 。ああ、あれね。7万なんだ、あれ。7万、税込み7万5千ぐらいじゃないですか。ああ、なるほど。すごいいいらしいっすよ。明日からの動画も2人絡んでますか？絡んでますよ。やすくん目いってないって。後ろにやすくんさんがかわいすぎてって。何回も言うけど、本当に直視できないから。美穂さんの俺、レッスン3回ぐらいやってんだけど、目合ってるけどな。合ってないの。あ、ジョーさんバッチリありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、ヤスさんがいじくり回してる、そのダブルライトセーバーっぽいの何ですかって。これ、筋膜リリースです。そう。直視した瞬間、意識飛びそう。イメトレしとこっと。パックンチョ起き上がるのだって。74,800円。そう、税込み74%か。なるほどね。あ、トヨさんバッチリありがとうございます。はい。なるほどね。まあ、ゴルフやる人は、筋トレをするよりも、筋肉を柔らかくしようということですね。腕関節柔らかいね。僕、やっぱハンドボーラーなんで。ああ。あと、じゃあ、わかりました、皆さん。ここで、安バッチタイムいきますよ。うん、まあ、さっきも Y 字バランスやってたんですけど、うん、これね、僕ね、特技があるんですよ。うん、耳を、うん、耳に入れる、しまえるんですよ。マジで言ってんの、はい、これジョジョの、奇妙な冒険第5部、うん、ジョルノ・ジョバーナの特技なんですけど、これやってね、ほら、おお、すげえ、しまえ、ギョッはい、これすごいと思ったらぜひ皆さんバッチを割ってくださいあ、皆さんが名前どやさんの威力を伝えてくるってイメトレしてたらもうってバッチタイム、お疲れ様です、アイドも。すごいんですよ、これバッチタイムかってそうなんですよ。耳よね、これあの初心者の耳餃子やんないようにしてください。これ耳ほんと痛くなるんで、これ耳あ、ゆうばばさんゆうばばバッチありがとうございます。ジョバーナ、ジョバーナね、ゴールドエクスペリエンスですよ、ね、すげえ、 YBT 安バチタイム、安バチタイム、耳がザワール、うわ、耳がザワールと、ゴールドエクスペリエンスレクイエムですね、これね大好きな、ありがとうございます耳餃子にバッチ、あゆきさんもありがとうございます。餃子じゃないです、これは耳タブだけならいけるなるほどね。あとみさん、ありがとうございます。耳を耳にしまってんすよ。あ、みおさんバッチありがとうございます。ありがとうございます。浜手夫さんバッチありがとうございます。やすくん頑張るねって、軟骨やるやつやねって。そう、あ、すごいね。わかるかな。いや、わかるわかるわかる。あ、パックンチョさんバッチありがとうございます。くんちょさんね、バッチタイムやばいね今日は稼がせていただいております、ありがとうございます耳餃子にバッチ餃子、耳餃子って言ったあのね、うん、こうね、畳みとか擦れて、柔道の、うん、あーね、こうバッてあんっていう感じですけど、オラ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 、耳どういうことバッチ買ってる間、動画止まるの改善してほしい。あー、これね、そういうところね、そういうところね、うん、YouTube もそう、YouTube でもそうかな、あの決済が、あー、なるほどね、多分 Apple Pay とか、ああ、そうなんだ、いかんな、これなんだ、あ、招待する、耳かきしたんですか、これ。耳かきちょっとした、あ、2本入ってる、2本入ってる、1本どうですか。じゃあちょっとやってみます。僕耳クソ出ないんですよ、マジで。ああ、そうなんだ。いいんですか、1本。いいよ、それね、ちゃんとなんかしまっといた方がいいよ。本当にすぐ折れるから。折れちゃうんすか。もうこれはね、最高級の耳かきです。耳かき、そうです、耳かきです。そう、欲望のまんまいっちゃおうって。 SBT 菜箸、あ、それなりますか、ピクってしますか。なるなる、こっちはなるけど、右、左もなる。
あ、どうですかね。多分ね、どっちかだけだと思うよ。え？俺左だけビクンってなるから。何のフラグよって抑えられる。なるなるなる。ほら、あ、なる。どうもなるっすよ、これ。あ、俺。俺右はならないんだよね。左になるんだけど。これ取れるな。中村さん、ありがとう。この細さはいいでしょ。これ取れる。その先っぽが太いのあるのよ、うん。でも今は携帯で Bluetooth で見えるやつあるんだよね。欲望の耳かき。いや、耳かきね、本当俺溜まってほしいんですよ。自分取りたいんだよ。あんまり取れないんだよ。もうだから最近は安くんの車乗ったら耳垢除去の。皆さん巨大耳垢でぜひ YouTube で検索してください。ドヤさん弱点左耳。いや、そんなことないよ。どうしよう、すげえ汚かったら耳クソ。いや、僕ね、ほんとだからこれ逆に悩みなんですけど、ないのが耳クソがないんですよ。ないけど取りたいんでしょ。取りたいんですよ。耳クソを取ることが大好きなのにもかかわらず、僕の耳クソはたまらない。これが残念でね。あー、皆さんのバッチのおかげで、ガソリン代が浮きましたと。来た来たこれじゃああれだな、安ゴルのガソリンでは今日の安くんのバッチタイムで稼いだっていう感じですか。おやっと、はいフ個人的な話で申し訳ないですが、お二人から見て私のスイング何点でしたでしょうか。いや、何点とかじゃない。いや、だから遠井さんは触れるのに当たってないっていう感じなんですよ。だから当て感作んなきゃダメ。当て感ね、しっかりとフェース面の管理とね。耳かきは妻の膝の上でキャハって。梅さん、でも僕ね、奥さんのとかに、ね、やってあげるんですよ、うん、やりすぎだと血が出るよ。僕いつも血出てますね。右耳だけ血は出ないな。翌日のランチ代からガソリン代まで成長しちゃったんですね。え、今日だけですよ。耳掃除してる時の顔ってザ・真顔よねって。確かに。ではさん、毎回移動っすか。そうそうそう、毎回移動っす。アヘ顔です、アヘ顔。アヘ顔してます。最近 TikTok で女の子のアヘ顔が流行ってんすよね。あ、このアヘ顔流行ってん。安ゴル面白かったです。ああ、ありがとう、ありがとうございます。なるほどね。じゃあ箱ごと持ってっていいですか。いいよ。それを奥さんにね、うん、あのドヤさんが、うん、あの安くんの耳をほじくってあげ、うん、ほじくってあげてっていう形。ドヤさんが安くん、あーって言ってた。そうです。ドヤさんが俺の耳をほじくってくれたの。違う違う、ぐちゃぐちゃになった文章じゃないよ。メスくんさんやでっか。メスくんさんやで、どういうこと。ヤスくんさん目でっかって言ったのかな。僕ね、あの目を開くとあのこの黒目が、うん、その外につかない、あーなるほど、状態になる。結構珍しい。これな、あんまりいないんですよ。このお、すごくないですか。なんか飛び出そうに見えませんこれ。飛び出てるよ。ちょっと飛び出そうや。どうですか、今のはすごいと思ったことは。ぜひバッチを買ってください。ヤスくん、あへ、かわいい。ありがとう、ありがとうございます。正解だ。あー、ヤスくんさん目でっかって、メスくんさんってね。これ確かこれあの画面越しで見るとマジで飛び出そう。マジで飛び出そうだよ。飛び出て見えます、ね、だって眼球がちょっと出てる。加工してるみたいじゃないですか、これ。西川きよしやでじゃないよ。これさ、もう一回 Y 字やったら、これさ、もう一回 Y 字やったらどうなるのって。出ちゃいそうだよ、それ黒目で。すごいな、俺こんな出るんだ。すごい。落っこちちゃうって。ああ、ポロンってね。ちょっと、暑くないですか。24度だけど、
いい部屋何度？いや、僕25度ですけど。嘘。ちょっと暑く感じたな。土屋さんのアヘ顔も見たいって。え？土屋さんのアヘ顔も見たい。いやいや、僕のアヘ顔はもう最中しかアヘ顔しないんで、僕は。わかりますか？千と千尋の頭だけのだるまみたい、うん、3つぐらいな。ああ、なるほどね。言われんのそれ。言われる。ゆうばばさんが待って買ってくれ。バッチギョロ目に、ギョロ目に。すごいな、今日。今日一番、あここさん、バッチありがとうございます。あここさん、バッチありがとうございます。男2人は熱いわって。暑いよ。僕でも、僕は汗かかないですけどね。一生汗かかないですけど、僕は。僕もちょっと死んできちゃうよ、これ部屋着が。いやでもね、いいんですよ、これぐらいでね。もう4日ずっと一緒っすから、うん、ヤス君と。ハード屋さんかっこいい、ヤス君さんかわいいって。もうちょうどバランスが合ってるじゃないですか。かっこかわいいで。くんちょさん、どっちを食べたいの？じゃあどっちを。甘い。あ、甘い。あ、かっこいいとかわいいって、どっちがどうなの？食べ物にしたら。食べ物にしたらなんか可愛いって、なんかケーキみたい、甘いっていう。かっこいいは、あの、恵方巻き。可愛いは、うん、グラタン。あ、どやさんだ、やすくんさんごめんなさいだって。何が？ハードヤさんかっこいい、ヤスくんさんかわいいで、じゃあどっちがいいのって言ったら、ドヤさんって言われて。ああ、それはいいですよ。それでもどうぞどうぞ。楽しいね、今日、アリンと弟みたいで。ドヤさんのファンだ。食べ物なら甘いのが好き。ああ。甘いのか、まあ女子はね、甘いの好きだけどね。ね、グミ噛んでたらさ、奥歯痛くなんない、なんか。噛みすぎると。虫歯じゃないですか、それ。いや、歯周病かもしんないね。いや、あの、歯磨き大事です、うん、まあ、ドヤさんとかすごいやってそうっすけどね、歯磨き、うん、歯磨きしてる。歯磨き大事ですよ、皆さん。食べ物なら甘いの、パフェが好き。かわいいは映えですね、かっこいいは本気。あ、そういうこと。二人ともタイプは違いますが、両方持っていくタイプだ。持っていく？どうだろうね。っていくってことですか。二人ともお持ち帰りするっていうことじゃないですか。あ、いや、その奥さんがいなかったらね。僕は確実にお持ち帰りはしますよ。いいですか、確実に。グミで虫歯わかるよ、噛むと痛いのは。あ、俺じゃあ虫歯か。もう好き、大好きって。だから推しが強いんだって。くんちょさん推しすごいですね。推しがすごい。くんちょさんいいですね。どやさんこれ内心喜んでます。じゃあだからさ、ライブでさ、みんなさ、なんかパックンチョさんのことをさ、みんななんか覚え始めちゃってるから。有名人じゃないですか、くんちょさん。テイクアウトしてもろてって。二人の違いってどやさんから見るとどこですか？二人の違い、何に対しての違い。違いしかないですよ。そう、あふれ出る本気。いやいや、テイクアウト宣言って。そう、そうなんですよ、うん、ねえ。でも銀歯なんだけどな、俺吐いたりとか。銀歯も虫歯になるの知ってる。中が中ですよ、うん、でも俺大体みんな神経取っちゃってんだよね。マジですか、うん、なんでですか。なんか治療してて、あ、でも神経取りますねって。軽く神経取りますっていうか。いや、俺結構歯はね、大事大事ですよ。大事なんだよね、歯。俺歯弱いから、会いたいって。誰に会いたいの？俺かやすくん、どっちに会いたいの？え、どっちに会いたいのね。すごい、くんちょさんすごいじゃん。会いに来ちゃえばいいじゃん、土屋さんに。子供いるからね。あ、そうなの、うん、
海星くんっていう有名リスナーくんじゅさん、ドヤさんに会いに知ってる知ってるいや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 、ヤスくんさん、謝んなくて、謝るとなんか俺が惨めみたいになるそこには奥さんがいますから。そうそうそう、可愛い奥さんがね。そう、2年後のレッスン予約して、そう、なんか2年後なんか千葉に引っ越す時にレッスン予約してるとかガチじゃねえか、うん、次回の九州遠征にドヤさんも同行するんじゃないですか。九州遠征ね、あ、まあでも全然ありえるからねやぶよ、やぶよすぐ神経、あ、やぶすぐ神経取る医者、そっか、ドSだなって。僕ですか、僕はSですね、はい、ドS好きってもう食い気味で来るね、食い気味で。緊張早いな、早いんだよコメントが、本当にドS好きって。はあ、歯医者痛かったら手を挙げてくださいね、全力で挙げてんのにもうちょっと頑張ってくださいね、歯医者鬼や。これもう歯医者かくんちょ、くんちょさんにサービスしちゃおっかなね、くんちょさんちょっと待ってねこれドヤさんのズミです。はい、どうもズミだって、ズミあかんもん寝れんきょってなんでよ。はい、ではどうもお疲れ様です。あ、それはサービスって、うん、ズミのやティッシュ見せちゃったからね、うん、枕元にあった、うん、くださいってくださいくださいってくださいはいいんだよ、もうくださいすごいね、炭って、いや僕はもう炭はね、ヤスさん体柔らかいのが意外でしたって、ね、めっちゃ柔らかいもんな、ワクワクさんって柔らけんだよね、柔らかいって大事ですか。そう、柔らかいのほんと大事だからね。ください、やばいよね、スーッと生かしてて、うん、ヤスさんもお疲れ様です、スミって、兄がベッドの下に溜めてたわって、あ、あ、ティッシュ、まあね、バレちゃうからねあ、そう、どうしたっす、ね、僕、まあ僕じゃないんですけど、僕の先輩が、うん、結構ね、先輩の家行ってたんです、そのね、うん、あの男の先輩なんですよ、うん、で、仲良くて、で、お母さんもね、その先輩のお母さんもすごい結構、うん、明けっぴろげな方で、うん、で、で、俺がその先輩の部屋でこう、うん、ゲームやってる時に、うん、一緒にね、で、ゴミ箱を捨てに来たんです、ゴミをね、ちゃんとゴミ溜まってんでしょ、みたいな、うん、で、その時僕もいるんですよ、うん、で、先輩は結構やっぱね、する人なんで、自分で、うん、で、その時になんかこうこうやって閉めてクサッて言って、うん、ね、あんたね、するのはいいけどね、ちゃんと閉じて捨てなさいとか言ってこう、なんかこう先輩こう取ってそのままやってたみたいで、あー、そう、こうちょっと丸めないで、そうで、まあね、それ俺のいる前ってなんかその、いや、なんかいろいろ複雑だったんですけどね、まあっていう話ですよ。ドヤさんは閉じてました、うん、なんでそんなに柔らかいんですかって、安く、いや、これね、柔らかくないと思ってたら柔らかくなんないですよ。僕も最初から柔らかいわけじゃないですから。ああ、そうなんだ。そう、すごいストレッチ、もう結構可動域を無理やりこう、ああ、なるほどね。はい、はあ、はあ、はあ。くんちょさん見に、ドヤさんライブ来ようって。ああ、なるほどね。浜手フさんで、ね。閉じて捨てなさい。浜手フシャンって。なんていうかな、くんちょさん見に。そう、浜手フシャンって。ねえ。くんちょさん。お会いしたいですね、これね、くんちょさんね、ドヤさん、ヤスさん、こんばんみ、あ、小安さん、懐かしい、懐かしいって、懐かしいって懐かしいんだよ、インスタ上では、そうなの、久々っす、うん、小安さんね、そう、一回だからラウンドしてレッスンしてイラお会いしないんで、うん、ミクロのドヤさんの DNA 含まれたティッシュ、うん、僕の DNA はちょっと強いんですよ、うん、本当に子供も似てるし、
ストレッチしますけど、まだまだそこまで柔らかくならないです。いや、これはね、ストレッチへの愛だよね。そう、というかまあ、痛いところでやめてませんか、ね、痛いところでやめたら柔らかくならないですよ。痛いところの先へ行く、痛みの向こう側へ行く。痛みの向こう側には何が見えるのか、これはだからもう可動域がありますそこに可動域があります。なるほどね。だんだんだいぶお酒進んじゃうやすくんさんにもお会いしたいです、ね、いやもうそれはもう、じゃあイベントに来てくれないと。プレコンに3回行ってます。イベントね。ああね、俺も超興味深いくんちょさん会ってみ てね、痛みの向こう側行きますってくんちょさんそこじゃないでしょなおちゃんめっちゃ可愛かったです。そう、小安さんなおちゃんの回。ああなるほど、うん、あ、もうじゃあ俺からなおちゃんに、ああもうスイッチされちゃった、スイッチされちゃったか、チェンジ、チェンジ、チェンジか、チェンジって言った。チェンジされたらな、きついんだろうな痛みの向こう側。そうよ、痛いところの先に挑戦しつつ、年が気になるお年頃です。なるほど、ゆうパパさんにも会えて、みんなに会いたいんじゃない特攻の、ぶっ込みのやつね、ぶっ込みのやつってことですね、ってってことですってことなんかい、あってことなんかい。やっぱな、あんだけ女の子であんだけいいスイングしちゃいっちゃうよな、そりゃ。いや、でも僕は奈緒ちゃんに「ドヤさん超飛びますね」って言われたからね、うん、あの奈緒ちゃんに。いや、さすがにドヤさんの全然、うん、そうそう、全然飛びますよ、うん、ただ女の子では、うん、やっぱ、うん、異常に飛んでる方だと思う。痛みの向こう側、関節が、いや関節もやっちゃっていいと思いますよ、一回。一回やっちゃう。本当にや柔らかくなる、本当に強制的に柔らかくしないと、一回やっちゃうぐらい、まあ、バホっていうほどじゃないけど、そうそう、ちょっとあーってなるぐらい、一回。そう。でも、ドヤさんにだけテイクアウトされたいって。ほら、ね。くんちょ攻めるな、本当に。はい、ゆりかさん、どうも。コメント流れるの超早い。おー、ヤッホーってね。あ、ゆりかさんって、ゆりかさんか、ゆりかさん、やっほー、うん、これはもう結構全国アンケアをしなきゃいけない、うん、ね、まあ、だから、まあ、今年中に5万人は行きますかね。ドヤさんのコラーも好きって、コラーって言ってる俺こんばんは、煮込んだ手羽先くらい柔らかくなりたいってもうほぐれちゃってるから肉が、身が裂けちゃうからほんとに吸うね、これ吸うちょっと流行っちゃうかもしれないね毎回ちょっと言わなきゃいけなくなる体だなこれ。でも最近言ってなかったからな。あ、お疲れ様です、どうも。アンギャリマス、アンギャリたいね。でももう九州はもうみんな回った。いや、行ったのは福岡、宮崎、鹿児島、熊本、福岡。あ、結構行ったね、うん、佐賀は行ってないね。行ってない。佐賀、大分、長崎あたり行ってないですね。なるほど、うん、でもやっぱ九州も広いもんね。広いですよ、結構移動するもんね。広いけどね、あのゴルフ場が多い県と少ない県でかなり分かれるんで、うん、あ、そうなんだ。やっぱゴルフ場少ない県はあのゴルフ人口もやっぱ少ないんで。なるほど、うん、熊本またお越しくださいませ、これは絶対流行りますって。お母さん待ち、ありがとうございます。スーって、いやこれちょっとやんなきゃな。でもこのまああの動画は1ヶ月前なんで、その間のラウンド僕言ってないのよ、スーは。スー言ってないんだよね。茨城のゴルフ場全制覇してください。いや茨城多すぎんだもん。めちゃくちゃ多い。全国で一番多いんじゃないの茨城。下手したらそうっすよ、ね、うん、そうそうそう、霞ヶ浦周りやばいですよね。
パックンチョさん九州なんですか。そうそう、九州熊本、九州熊本なんですよ。熊本と言ったら阿蘇。阿蘇ね、カルデラですね。カルデラ、ナモタンと回ってほしい。あ、ナモタンってね、ナモタンわかりますか。ナモタン、僕が、あ、わかるよ、わかる、あの、うん、会ってきたギアの、うんうん、ギアのね、ギアマニアね、ギアマニア、あ、上手なんですよ。うん、なんかあれだよね、なんかいろいろ試合も出てるしね。そう、アマの、九州アマとかなんかね、うん、もうスー流行らせた。でもスーはもう安ごるないでしか僕は言わないですね。はい、今日の晩ご飯は見てないですか、ストーリー。土屋さんの、うん、ね、南食堂。そう、4分の3ですからね。そう、4日間中3日間行きました。そう、好き好きスーって。それはスーじゃないよ。ほら、くんちょさん、やすくんさんありきのスーってどういうことよそれ。あ、スーをやるときやったらね、あれ真顔で言うからめちゃくちゃ面白かったんすよって。ああ、なるほどね。鳥ユッケ、まあね、鳥ユッケはまあまあまあ、おい、まあ、美味しいですよ、普通に鳥ユッケ丼。うん、そう、あのラーメンのどこに惹かれたの。ね、鳥ユ、まああの、だからもうパッと結構、まあ、シンプルな醤油ラーメンなんですけど、それはね、僕本当にただの醤油ラーメンってまあ別に嫌いじゃないけど、うん、そんな感動することはないんですけど、やっぱりね、あの鶏の多分エキスを結構入れてるんですよ。あー、なるほどね。コクがねすごいあって、あ、味にこう深みがあるというか。もうラーメンを一周してきた人にはわかる、わかる。ラーメンだからね、ラーメンのにわかラーメニストまあちょっと多分響かない、逆に響かない可能性あるけど、ラーメン好きな人にはあのすごくハマる。なるほど。静岡の方も来てください。静岡ちょいちょい行ってますけどね、うん、イベントは毎日ラーメン生活もうすするじゃんってメンバーシップ入ってくれてね、静岡の、ね、うん、方ね。やすさん9月のプレコンやりますかって。9月はね、後半ちょっと、うん、少ないけどちょっと企画しようと思ってます、うん、はい、釣岡さんとコラボ見たいですって。あ、佐賀の九州行ったらね、うん、いやすーじゃないね、いや、スーじゃない、もうスーは言わないよ。くんちょさん、うん、釣りよかコラボ見たい。みんな見たいんだ、それよき。私釣りも大好きだから需要やばいですじゃない、ね、あー、釣りも大好きなんだ、趣味多彩だな。コメント流れちゃうね。やすくんラーメンおやつだもんねって、うん、みおちゃんね。やすさんラーメン大盛り。いや、それが麺なかった、大盛りがない。その南食堂さんは、うん、麺大盛りがなくて、うん、まあしょうがない。だからメニューに肉増しがあって、うん、まあチャーシュー麺、チャーシュー麺にさらにチャーシュートッピングしてるから安くんは。僕はあの肉増し鶏醤油っていうラーメンにそうそう、別でトッピングで肉増しっていうのをさらに、え、何って感じでしたね、店長さんもね。そう、パックンじゃない、船舶免許持ってる。マジで釣り好きが2級か、釣りだったら、うん、すげえな。昼冷やしちゃんタンメンでバンラーメン、もうね、ヤス君はラーメンラーメンラーメン、カレーカレーカレー、マックマックマックでも大丈夫だから全然いきます。うん、くんちょさんすごいね、確かにすごいわ。船のね、船で行きたいっすよ、バス釣り。そうなんだ。まだ2級、あ、2級だったら まだ2級ってことで1級取りたいの1級ってすごいらしいですよ。まあね、メンバーさん、ケイゴさんが、うん、あの、あ、1級持ってるんですよ。マジ で、うん、あの、でやっぱね、1級ってすごい難しいらしいですよ。あ、そうなんだ。あの、海のね、うん、あの海図とかを見なきゃいけないから。へぇ、自分も船舶免許持ってる。あ、トウイさん持ってるんだ。そうなんです。八王子もラーメン美味しい店いっぱいあるよって。じゃあ、みおちゃんに今度、ね、紹介してもらおう。船で千葉行こうかなって船って、取るつもりなんだ、一級。すげえ。マジか、すげえ魅力っす。ね、いやいや、すごいよね。
やまあとりあえずね、くんじょさん何帰りまで行けるんすかって、すごって何帰り、帰りってどれぐらいなんだろう、100海里で何、うん、何キロでしたっけね、船舶人9海里だったかもです。1キロ難しいです、海外行けちゃいますからね。あ、そうなんだ、あ、違うって、もうさ、船で来ちゃいないよね。船で千葉に来るどういう、でも後悔するって言ってもやっぱなんかこうこうやっていきますみたいなの必要だったりするんじゃない、許可取る、許可、そうだよね、忘れちゃった、一級は無制限、へえー、すごいな、すごいね、船舶、なるほどね、船で行っちゃうゴルフバッグ積んで、いや船でゴルフバッグ積むのおかしいでしょね、それなら船で来れますって、いやー今ヤス君はうんちしてますからね。1回で4キロ知らんけど、なるほど、すまん、飛行機の方が早い、本当は確かにね、飛行機の方が早いっすよ、マジでね、いやー今日はね、最近バッサンが来ないんだよ、見に、バッサン見に来ないからな、本当に、ヤス君消えた、今ね、うんちしてる、うちのお父さんなら小型飛行機の免許も持ってます、すごいね、沿岸部のみですね、あんまり行けないです、私も忘れちゃいました、私も船舶1級持ってる、やば、すごいね、海から空からどっちから攻めようかなって、ね、お父さんが免許持ってるだけでしょ、飛行機ね、もうくんちょさんのお父さんは飛行機持ってるんだって、え、飛行機の免許、くんちょさん何者なんですかね、一人持ってる、一級持ってる、すげえ、ゆうぱぱさん、黒潮を乗ればマグロと一緒に千葉上陸って素直に陸から行くかって、商船卒業なので、へえ、商船か、商船の高知のところにある学校ですか、違うのかな、すげえですねそれは、小型飛行機の免許か、お父さん、すごいね、もうマグロになりきらなきゃねって、そうね、ゆうパパ、とりあえずバッサンが来ないんだよね、とにかく今すぐでもいて、だからさ、そこに戻ってくるんだから、本当に西野くんちょじゃん、西野くんちょ震えるってやつ、会いたくて震えるってやつ、最後に実習で世界一周しますえ、マジで商船、そうなんだ、すごいね、くんちょさん超セレブ、だんだん話題がワールドワイドになってきた、小船世界一周するのすごいね、それはちょっと夢があるな、いや、ど田舎少女でしたって、なるほど、ど田舎か、飛行機の、ね、免許あるってことは、うん、飛行機持ってる、お父さん飛行機持ってるの、またね、セスナ君長さん震えちゃう、ブルブルしますって、ね、ブルブルしちゃってんの君長さんね、いかんよそんなブルブルして、どこをブルブルしてんだと、ったくね、え、ああもう食べちゃいましたね、今食べたら知ってますこれ、カ
亀梨になっちゃう人ちょっと待ってください。亀梨ですね。あー来ましたね。あーシュージーとなんちゃみたいなやつですね。自然と食べたって、そうどこをブルブルって亀梨になっちゃってましたね。なっちゃってましたね。確かに亀亀サワーズ、そうブルブル。もうちょっともう僕らはね、もう今はあ、シュージとアキラね、そうそうそう、カメちゃんに見えるような見えないような見えるような本当に歌声が聞けるって、いやいやいや聞こえたでしょ今。うん、ね、どやさん知らなかったですか、僕グミ好きなんですよ。あ、好きなんだ。グミが、グミ全般。あ、全般好きなの。だから、なんか、どやさん、カメカメサワーズじゃあ、うん、あの来ないだろうって言うから、うん、なんか俺はじゃあ、それで来ない体にしとかないとなって思ったんですけど、うんうん、それでベタ組も出てきたから、うん、ちょっと行かないわけにはいかないんだけど。カメ系人形、グルミバージョン。どやさん、今日プッチョは？あ、プッチョはね、家に置いてきちゃった。プッチョ系好き？好き。あ、じゃあもうそっち系は好きなの、ハイチュウ系は。好きです。ただ好きなんですけど、うん、そのね、やっぱ昔から両親に、うん、そお菓子とか、うん、カップラーメンとかダメだって言われて。ああ、なるほど。食べ過ぎるともう歯が死ぬから、うんうん、言われたのがなんかこう記憶にあって、 あんまりなんかやっぱ食べなかったんだ。買わない。なるほど。ヤスさんってこんな髪型だったのですねって切ったんですよ、うん、あの関西来る前に。そうポイフル美味しいって。ポイフルね、好きです。ハリボーは好きって。ハリボー好きです。コーラがやっぱ一番好きか。でもあのあれクマさんのやつちっちゃい、あれ好きです。あ、うん、多分ヤスさんシゲキックスめっちゃ食ってたんじゃない。あー、シゲキックスもね、あれでも、うん、小学生ぐらいの頃ですけど。ああ、まあそうだね。刺激がちょっと強すぎる。強すぎるね、あれね。うん、最初の。うん、最初のシーキックスは、うん。グミセッティング動画撮るから、ね。どういうことですか、グミセッティング。ベストグミ、ベストグミ。なるほど。でもそういうのもやってもいいけどね。だグミマニアなんていっぱいいるでしょ。結構多いと思うんですよ。うん。でまあ、にわかです。あれ食べたことあります？ハリボーのタイヤ。タイヤ？タイヤ。ない。タイヤハリボー。めちゃくちゃまずいんですよ。タイヤ味なんですよ。やばいっす。今度食べてみてください。ハリボーのシーンめちゃ好き。地球グミ食べてみました。地球グミってなんだろう。ヤスさんはプロじゃアマチュアです。私にとってドヤさんは刺激が強すぎる。どういうこと。サブちゃんですね。確かに。うん、二人のゴルフ以外の共通の趣味ありますか。いや、ないんじゃないのかな。あ、でも、あ、スキー、うん、スキーですよね、うんうん、スキーとか趣味っていうか、うん、やってたっていう。わかる、タイヤハリボー海外で食ったって。クソまずいっすよね、うん、タイヤハリボー。でもなんかね、なんかいろんなちょっとツボはね、ちょっと似てるんですよ。あの耳垢動画が好きとか、うん、安くんのせいでアマゾンで距離計ポチしました。実際いいですかって。実際いいですよ、今はないけど、うん、実際本当にいいです。僕は普通に使ってますね。うん、使ってるね。早い、早いんだ、うん、だ僕自身が趣味ないですからね。ヌンチャクみたいにくるくるしてくださいって。これあの、うん、かなり俺はこれさっきから絶頂立てしたんですけど、うん、これ結構難しいんで。ヌンチャクでどうされたいのパックンチョは。あ、グラさんの右に頭傾けたままのやつ。
ヤスさんドライバーのヘッドスピードっていくつぐらいなんですかって。いや46とかじゃないですか。あ、トラックマンで測った、測ったこともあります、うん、その時で46。ああ、なるほど。とかじゃないかな。すっごい振ると、49とか。ヤス君角栓動画もすごい。いや角栓、いや、まあ好きです。まあ好きですね。でもまあ全然耳垢の方が好き。うん、もっと上手になったら距離計欲しい。いや、上手になるために距離計買うんすよ。ほんとそうです。ほんとに私も同じ距離計使ってますが、めっちゃコスパいいっす、うん、燃えよ、ヤスさんってどうされたいって、もうって燃えよ、ヤスってね。いや、そうそう、風呂大丈夫。何時までですか。12時。あ、風呂じゃ行かなきゃ。俺もちょっと洗濯物が終わる時間だな俺も今洗濯してるんでね。まあちょっと皆さんね、ヘッドスピード測ったことない、どのくらいなんだろう。そうなの。そう、上手くなる。だって距離、僕らだって距離、適当な距離だけ測ってたら全然スコア出ないですもん。だって自分は30ヤードだと思って、今日、昨日とか今日の動画で何ヤードだと思うとか言って、62ヤードとかやったら67ヤード、5ヤードも違うんだからね。そう、5ヤードも違うんだから。ヤスさん何歳なんですか。肌ピチピチ。ヤス君は34歳です。はいああ行かないでじゃない、行っちゃうんだよ。まだ距離計届いてないので楽しみにしておきます。ほぼ目測でやってたので楽しみ。だそのウェッジで5ヤード違うって相当ですからね。うん、スコア変わると思います。全然スコア変わる。風呂ってやーって、風呂ってこよう。赤ちゃんの肌火曜ダブルススクランブル出場してくるんで勝負だ、カカロット。あ、梅さんと俺同じ日なんですよ。あ、そうなんだ。同じ日同じ会場なんです。あ、セベなんだ。会う。なるほどね、行っちゃうんですねって。いやだじゃない。あー、なるほどね、オッケー。じゃあ僕はまたもう一回やるかもしれないですけど、一応ね、一旦区切ります。で、僕も洗濯物持ってくるんで、はい。まあということで皆さんね、もう少し我慢してって。いや、もう少し、まあもう一回やるからね、あの締めで、あともう一回やるんで、はい。じゃあそういうことであら、ヤス君年近いって。あ、ミオちゃんねなるほど、待ってます、はい、待っててくださいということでね、今日は皆さんね、バッチの嵐、まあありがとうございます。あー、なるほど、ヤス君バイバイって。ユキさんもね、まあ機会があったらヤスゴリイベントぜひ参加してくださいと。ずっと待ってる。あー食い気味緊張もう好きでしょ。緊張おもろいですマジで。そうなんですよ。まあそんな感じで今日はちょっとこれで終わりたいと思いますんで、はい、おやすみなさいね。はい、おやすみなさいということでね。はい、皆さんありがとうございます。大好きじゃない大好きじゃない、わかったね。バイバイ、やすくん耳毛良かったって、あざっすね。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また、まあ、こんな機会が、まあ、めったにないと思いますけどね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお疲れでした。失礼します。